どうもこんにちは国際不動産エージェント鈴木学でございますいよいよ、えー、世界不動産の買い方アメリカのまあ、ビデオ教材第3話、えー、になりますこれからアメリカの各州各都市のですね不動産事情マーケット事情を踏まえてまあ、やはりどういう都市を どんな不動産を選んでいくのかそういうのところにつなげていくお話をいたしますでまず大前提としてアメリカっていう国は経済規模は世界一人口も3億人を超えていますでその GDP は1国だけでラテンアメリカ32カ国の3倍もありますというような非常に巨大な国であり 一つの国っていうところになんかあの語るというのは非常に、まあ、難しいですね、まあまあ、大きい、えー、巨大な国であるというところですねでこの巨大な国を、まあ、どうやって料理していくのかっていうところが今回の、まあ、ビデオの、まあ、趣旨になるかと思います。はい、でこれはアメリカののの地図の、えー、50ある州の それぞれの GDP ですね経済規模が世界中のどの国に相当するかっていう図なんですけれども、まあ、これを見ると本当にアメリカって桁違いな国だなっていうことが分かるかと思います、えー、とカリフォルニア州左側にありますけどその経済規模はフランスフランスっていうともう世界6位とか7位とかぐらいですけどそれに相当します、えー、テキサス州が下の方にありますがカナダとほぼ同じ。 えー、経済規模これも世界10位とかそんぐらいになります一つの州だけでそれだけの経済規模があるわけですで、えー、非常に大きな国でそれぞれ産業もさまざま人々のまあ暮らしぶりもさまざまということで、えー、それぞれの、えー、エリアで全然マーケットが違うし価格上昇率とかその辺も全然違ってきます。 えっとですねこちらの方がアメリカの都市圏人口ランキング、えー、トップ10ですこれあのアメリカってあの例えばニューヨーク市であっても基本的にその市だけの人口ではなくて隣のニュージャージー州とかですね、えー、そういうところから通勤してきている方が非常に多いのでまあ、日本の首都圏と同じようにその都市圏ですね、えー、その通勤圏の人口でまあ 比べてみますとアメリカの中で1位ニューヨーク2位ロサンゼルス3位シカゴ4位ダラス5位ヒューストンみたいな形になりますがそれぞれの人口規模というよりはこの増加率が地域によって全然違ううとということです4位のダラス5位のヒューストンともにテキサス州ですけれども6年間の人口増加率が10%を超えています。とにかく人口が爆発している えーとフロリダのマイアミジョージア州のアトランタこの辺も10%近い上昇率ですで一方で第1位第2位第3位ニューヨークロサンゼルスシカゴこういったまあ大都市の人口増加率は高くありません、えー、あんまり人口が増えてないですまあ,あのぶっちゃけ言ってしまうとニューヨークとロサンゼルスは、えー、とアメリカ以外から移民が入ってくる 場所でそれれの移民によるる人口増加はあるんですけれどもアメリカの他の州とか都市とかに流出もしてますニューヨークの方が例えばもっとあったかいフロリダとかノースカロライナに移住していくあるいはロサンゼルスの人々がもっと税金が安くて家も安いアリゾナ州とかラスベガスに移住していくそういうようなまあ国内人口流出っていうところがあるために それほど人口増加率が高くないというのは全体的な傾向として抑えていくべきところかと思います。と本当にそれを地域別に見てみるとですねアメリカの大きな流れとして北の寒いエリアから南の暖かいエリアにどんどん人が動いていると。 いいうことかとか思います実際に人口増加率上位5都市を赤丸でえと表現をするとほとんどがアメリカの中間から南に位置しておりますと、まあ、これなぜかっていうとまあ実際まあ暖かいところの方が住みやすいっていうところあるいはやっぱり産業もどんどん南のまあ住みやすい暖かいところに移って人もそれにまあ 応じて移っているという大きな流れがあります。で、このあの広大なアメリカならではの不動産投資なんですけれども、アメリカは国国土面積が広大で、かつですね、人口流動が激しいというのがこれ日本と違うところです。アメリカ人は平均的に一年に7回8回引っ越しをするそうで、いとも簡単にまあ家財道具をまあピックアップトラックに詰めて いろんな土地に移っていきますなので人が動く人が動いていって人間が増える場所の不動産が上がりやすいっていうようなダイナミズムがあるところですと、はい、で同じ国の中でまあそれぞれ状況も様々でまだまだ不動産が安くて上がり続ける場所もあればニューヨークとかロサンゼルスとかそういうもともと良い場所で大崩れしない場所 あるいは一度下がって V 字回復した場所一度下がったまままだ回復途上まあいろんな状況が同じ国内の中で共存していますなのでアメリカっていう国の中でそれぞれ違う地域特性とかマーケット状況に着目した時間差投資っていうですねことができるで。特にアメリカでポピュラーなのは キャピタル狙狙いいつまりり値上がり狙いです例えば人口が増えてい,ますのいるのにまだまだ注目されずに価格が上がりきってない地域に着目してそこの不動産を買っていく州でいうとアリゾナ州とかフロリダ州とかですねその辺かなり注目できるかと思いますあるいは、えー、カリフォルニアあのリーマンショック以降大,大いに安くなりました。ででも やっぱりカリフォルニアでみんないいと思ってる場所だからその暴落したタイミングでいい場所を買うっていうそういう投資方法もありますいずれも、まあ、値上がり狙いといととうことですもう一つは日本人これ好きなんですけれどもインカム狙いつまり家賃収入狙い、えー、例えばシカゴとかインディアナみたいなその北の寒いエリアで。 リーマンショックで不動産,投資不動産価格下がりましたバイ価格下がって安く買えますでも賃料はそれなりに取れるわけなので利回り高いよねっていうところですそういうまあ投資する方もいますけど私の知る限りでいくとアメリカに参入している投資家の7割8割はキャピタルを狙ってきていると。 で彼らの,あのやっぱり狙っているのはまずキャピタルで値上がりを取って値上がったら次にその値上がった分の一部をインカム狙いの場所に再投資していこうと、まあ、あくまでキャピタルが先に来る優先順位が高いっていうのが、まあ、アメリカの特徴かと思います。でここれれアメリリカ全体の、えー、とそのーーマンショック以降の価格推移ですねこれケース 不動産価格指数っていう、まあ、非常に便利なものがありますけれどもこれに見るように、えー、リーマン・ショック2007年8年頃が、えー、不動産価格のピークそれがドンと下がって2012年2月,2月に、まあ、アメリカ全体を慣らしていった時のボトムが来ました。それから えーとアメリカの不動産価格は回復回復を続けて現時点ではまあすでにリーマンショックの前のピークにほぼ並んでおります。であのさっきのアメリカ全体の値動きなんですけれどもそれぞれ個別に見てみるとあのまあ 主ににつの類型に分かかれるかと思いますこれ私どうやってやったかというとですねあのケースシラーの不動産価格指数っていうのは、えー、と国内のトップ20都市に関して細かくデータ出せるようになってるんですねでそれを一つ一つ整理してみるとですねまあアメリカの中でも、えー、私はあの4つの類型に分けて分かりやすく、えー、整理しました。 1> 第1類型成長期ダラス型第2類型第二類型が成熟ニューヨーク型第3類型、まあ、V 字回復ロサンゼルス型第4類型回復途上シカゴ型という名前を付けましたこれだけだと分かりにくいのでそれぞれをちょっとあの、まあ、文字で書いてみました。まず第1類型成長期ダラス型がどういうことかどういう年かというともともと田舎。 で不動産が低かった低い状態の時にリーマンショックが来ましただけどもともと安いので大して下がらなかったというかほぼ下がらなかったで、えー、そういう場所が町が発展して人,人口が増えてそれで、えーまあ、結果的にはリーマンの後と前とで、えー、とずっと右肩上がりを続けているこれが成長期ッダーラ姿というものです。 2番目、成熟ニューヨーク型、ニューヨークっていう街は、まあ、世界中の方が認めるエスタブリッシュとした大都会、世界都市ですもともと不動産価格が高いです。 で少し値上がってもマンハッタンだったら買うよとか、えー、クイーンズでもマンハッタン近くだったら買うよみたいなそういう人が世界中にいますすぐ買う人が現れますなのでリーマンショックみたいなクラッシュがあっても1割2割下がった時点ですでに買い,も買い手が現れて、えーとまあ、価格が戻ってしまうというようなそういうエスタブリッシュなし,した都市ですね東京の都心っていうのもこれに似てるかと思います3番目 V 字回復ロサンゼルス型これはカリフォルニア州という比較的歴史が浅い都市で気候や経済に恵まれた地域みんながいいと思っている地域でこの地域は上昇局面になるとですね、えー、とメインの市街地だけじゃなく周辺の地域も価格が上がる。なのので、えー、ロサンゼルスのいい 海岸沿いのエリアとかオレンジカウンティーのアーバインとかですねそういういいエリアは当然上がるんですけどそこから結構遠く離れたちょっと微妙なエリアも価格が急上昇しちゃうっていうような特徴がありますならクラッシュをしてリーマンショックみたいなことがあるとその微妙な地域から暴落をしていくというところですそういう特徴がありますでも経済回復すればまあカリフォルニアなので 皆さん買いたいので、不動産価格も v 字回復していくそういう類型になります。4番回復途上シカゴ型シカゴという町は、まあ元々エスタブリッシュとした都会で不動産価格もそれなりに高いですえー。でもクラッシュがあると暴落をいたしました。で、シカゴという町はあんまり人口が増えてないで、産業もそんなに他都市と比べると。ロビが低い。 なので V 字回復型っていうふうにせずにゆっくりゆっくり回復していくゆっくり回復していく途上においてですね家賃はそんな安くない結構ただ家賃取れるだから賃貸利回りが高いインカム型っていう不動産投資ができるわけです、えー、とさっきのダラス型を図で表すとこういう感じになります、まあ、皆さんも見てわかるようにリーマンショックで 全然下がってないで元々の価格が安いです、えー、っていうまあ特徴があるかと思います。でこれらダラス、シャーロット、ボストンこの3都市は今でも不動産価格が右肩上がりで上がり続けています。成熟ニューヨーク型、ニューヨーク、ワシントン D.C.、クリーブランドこの辺の都市がそれに、えー、と まあ該当しますけどこの辺はもともと不動産価格が高い、えーとまあ、リーマンショックでクラッシュしても影響が小幅で徐々に回復していくところです次に V 字回復カリフォルニア型これが多分一番分かりやすいかと思いますけどリーマンショック前にドーンと上がっちゃったリーマンショックってドーンと下がったで,、えー、でも2011年ぐらいから上がり始めて。 V 字回復をしました。えっ、ー、とこの累計ではロサンゼルス、同じカリフォルニア州のサンディエゴやサンフランシスコが該当します。最後に回復途上シカゴ型、シカゴラスベガスフェニックスっていうまあその辺の都市になりますけれども、まず大幅下落をリーマンショックで下落します。その後回復がゆっくりゆっくりっていうでリーマンショック 前のピークに達していないというのがこちらのグループです。はい。で、この四、えー、大類型のまあ中のまあ、えー、それぞれ代表的な都市ですね。それがニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ダラス。それのまず不動産価格を調べてみると、まあどこも二千十二年からはずっと上がり続けています。でもこの中で えー、一番早く回復したのがロサンゼルス黄色いやつですねで現時点でいうとこのロサンゼルスと,、えー、とまだ安いダラスシカゴとの差は約3倍ありますダブルスコア以上に差がついておりますのでロサンゼルスの普通の戸建てを売ればダラスとかシカゴとかで23軒の戸建てが買えるというそういう状況になります。 賃貸の価格に関して言うとその倍々の価格ほどの差はないんですけれどもやはりロサンゼルスニューヨーク高いダラスシカゴはその半額同じ国でも都市部でも結構な家賃差があるということがわかるかと思います。こちらがが、賃貸利回りりりになりますがやははロサンゼルスとかはもともと低い、 でこれってあのグロスの利回りですので、えっと、アメリカってここから固定資産税とかです、ね、保険料とかそれが引かれますのでそれが結構大きいのでネットだともっとずっと低くなりますけれども、まあえー、現時点でいうとロサンゼルスニューヨークよりはダラスとかシカゴとかそういう街、えー、の三パがまあ1%、2%、3%ぐらい高い状況ですというところです。 はい、でそういう値、まあ、動きのパターンとか都市の特性とかをかしあの踏まえた上でどういう方にどの都市が合うのかっていうお話をいたしますが本命の値上がり狙いだったら例えばダラス日本でもたくさんあのセミナーやってますけれどもダラスとかあるいはノースカロライナ州のシャーロットとか。 まだ安いでもまあ値上がりの目はまだまだあるんじゃねっていうところそういうところを狙うのが、まあ、定番の考え方かと思いますでここには出てないんですけれども、まあ、アリゾナ州であるとかですねフロリダ州とかそういうところでまだ安くて人口が増えててまああんまり注目されてないそういうところを狙うというのが まあ常識かと思います次に賃貸利回りを取るあんまり値上がらなくてもいいからまあそのグロス何で回ってネット利回りも8%欲しいよっていうまあ普通の日本のまあ賃貸経営みたいなことをしたい方に関しては私これアメリカでは必ずしも最適な不動産投資とは思わないんですけどただそういう方には例えばシカゴとかですね あるいはシカゴ近くのインディアナ州とかそういうところは利回り高く取れますよっていう、えーまあ、そういう方にはいいんじゃないですかっていうところはあります次に資産保全ならやっぱりいい街いい場所を選びましょうっていうそういう原則かと思いますけどやはりニューヨークというところは値下がりしにくいですでピンポイントで言うならばやっぱカリフォルニアのロサンゼルスの まあ海岸沿いのいい住宅地パサデナーとかですねサンタモニカーとかですねハンティントンビーチとかそういうところっていうのは、まあ、リーマンショックがあっても1割ぐらいしか下がりませんハワイのワイキキの,やっぱりあの中心地とかだったらやっぱりリーマンショックでもほとんど下がりませんまあそういうところでもいいかなとお値段は張りますけどまあ自分の現金を不動産の形にしといて まあそんなに下がらないでえずっとまあ資産として守りたいという方にはそういう場所がいいのではないかと思います。えー、っとですねでこちらなんですけれど今は言ったのがまあ全米の主要20都市に関しての分析なんですけれどもアメリカにはもっともっとたくさんの都市があり トップ20に入ってない都市でも不動産投資としては面白いですよというところをちょっと語っていいいきたいと思いますこちらの図がですねアメリカ各都市とですねこの値動き安いまだ安いあるいはもうピーク近いところまで上がってしまったすでにピークアウトして値下がりしてるっていうそういうまあ図と各都市の名前をマッピングしたものなんですけれども。 今例えば日本でたくさん不動産投資セミナーやってるテキサス州ダラスとかですねこれ図で言うと結構もう値上がっちゃってあとピークに結構近いところまで来ちゃっているヒューストンに至ってはもう下がってきているっていうようなデータになってます。これが2018年の中盤 だったかと思いますすのでですね結構ダラスこれからうーっとあの全体が値上がるというフェーズではなくてですねやはり場所を選んでいかないと、まああのー、値上がりが期待できなくなるということもあるのかと思います。逆に黒で囲んだアトランタであるフェニックスとかですねそういう街ですねは比較的値上がりの初期に状態にあるので。 こういうい、ね、場所で地合いに投資するといいますか安いところを取って、まあ、値上がり期待するそういう、まあ、不動産投資というのも、まあ、自分がちゃんと管理できちゃってくれる、まあ、業者を、まあ、見つければという、まあ、前提なんですけどそういうのもマーケット的には面白いのかなというふうに思います。 えとこれで第三回目の講義を終わらせていただきますで次回が第四回目最終回になりますお楽しみにありがとうございました